Good morning, everyone. Welcome back to another video. How are you doing? And today is rainy. This is my political speech. Let's do this. ということで、昨日とほぼ同じですね。7時5分ぐらいかな。じゃあ、おはようございます。おはようございます。おはざ杉本です。なんかまたスイッチを押してしまって、ここにボタンがあるんですよね。でちょっと画像が切れちゃったので、もう一度撮り直しました。で今7時5分ぐらいで、ちょっとねまたいつもより遅いんですけども、まあ、それでもいつも通りにね、街頭演説をしていこうと思いますが、今ちょっと雨が降ってきまして、スマホのねなんかぶつかりそうで怖いな、これ。スマホの、何ですか、天気予報だと曇りだったんですけどね、雨が降ってきちゃったんで、一応まあ拡声器持ってきたんだけどね、何ですか、カッパもあるのでカッパを今拡声器にかけた状態です。一応機械ですから雨に濡らさないようにしたいのでね、で今さっきまた自称投資家の人と話を、しましたが、今日経平均が2万1000円ぐらいですかね。でそれが2万4000、5000まで上がるっていうふうに言ってました。でお金がたくさん有り余ってるので、要は政府、公務員、日銀がねお金をジャブジャブに吸ってるもんで、円の価値が下がって、金融バブルが起きるんじゃないかと、でなんか有価証券とか、まあ、株とかね、ある程度先読みを、ね、経済の先読みをして、買った方がいいと言ってました。はい、よくわかんないですよね。有価証券とか株の買い方もよくわかんないし、一応 SBI と楽天証券は口座は開設していると思います。はい、でアプリもダウンロードしてますが、ちょっとね買い方がよくわかんないですね。スマホで例えば日本国内の株だったら、売買はできると思いますけどね、ちょっとアプリを使ってみないと、分かんなかったら電話すればいいですけどね、そのSBI の方に。有価証券、リートとか、あとは、リートとかなんだっけ、あとは ETF とか、結構たくさんあるんですよね。必ず買った値段より高く売れるものをね買わないといけないんだけど、よくわからないということですよ。安いうちに買った方がいいということだから、ただ必ず波は、ありますからね。やっぱり実弾をね用意してから、焦って飛び乗ったってね意味がないですから。なので今のところ私は、買えないですよね。はい、で1000億円以上持ってる、要は日本人のねビリオニアの数が、前19人って言ったんですけど、もう一回雑誌を見てみたら26人ぐらいでした。はい、26人ぐらいで、ただアメリカのビリオニアの数は613人ぐらいいるんですよね。非常にアメリカが多くて、で中国が2番目なんですよ。中国もね数百人いましたね。アメリカ、中国が2トップで、経済も軍事力ももうアメリカと中国が2トップになるのかなと、思っています。アメリカと、中国のね、軍事演習で、どっちが戦争やったら勝つかということをねなんかシミュレーションしたら、例えば海戦だけだったらアメリカが勝つと、ただ陸戦だけだと中国が、勝つみたいですね。ちょっと待ってくださいね。鼻水だ。ごめんなさい。
まあ、それを中国とアメリカがやって、でどちらとも中国の方が、陸戦だけは勝つというような状況だそうです。まあ、実際はね、分かりませんが、まあ、地理的な要件もあるだろうし、まあ、中国と、ね、ロシアも仲がいいですからね、まあ、いろんな意味で、陸戦だけだとアメリカの方が不利ということだそうです。まあ、中国もお金もね、稼いでるし、お金のある国が軍事力も強くなりますからね。まあ、日本の場合は国産の戦闘機すら作ることができないので、かなり、弱くなってるのかなと。まあ、戦争に負けた国ですから、まあ、あまり軍事的に力を入れない方がいいのかなと。まあ、ドイツのような感じでね、まあ、ドイツは核ミサイルを米軍からレンタルで借りてるだけですから、まあ、その代わり、まあ、EU でもね、非常に、多分ぬるま湯かな。そうね、ここね、ぬるま湯が多いんだよね。なんか腐った公務員見るとやる気なくしますね。まあ、ということで、ドイツのようなね、経済に力を入れて、やっていった方がいいのかな。ドイツはまあ、あんまし軍事力に力入れてないような感じですよね。空母も持っていませんし、まあ、イタリアはちっちゃい空母がありますが、まあ、ドイツの戦闘機もね、3カ国ぐらいの共同開発だし、まあ、ただアメリカのね、家来のような日本の公務員ですから、まあ、なので、ただ一応空母にね、改造するみたいなことを言ってますから、やっぱり空母を持ったら軍の名前にした方がいいんでしょうかね。一応攻撃兵器ですから。でただ政府公務員、防衛省の公務員の言い訳は、まあ、空母にしても、艦載機は、地上に置いとくので空母じゃないと。また嘘をついてますね。もう本当呼吸するように嘘をつくのが公務員ですからね。戦前の大本営みたいな感じだと思います。まあ、公務員の嘘に騙されないように、しないといけませんし、公務員のね、嘘に騙されない国民をやはり学校で教育しなきゃいけないんですけども、学校の教員も公務員ですから、だからもう洗脳されてるんですかね。印象操作というか、公務員は、全て日本人は信じてしまうと。内部犯罪がバレようが、税金を、ね、ちょろまかそうが、遅刻しようが、仕事サボろうが、なんか日本人って公務員に対して甘すぎますよね。まあ、そこら辺をまず変えていかないといけないのかなと。公務員が一番楽な仕事で、一番内部犯罪も多いと思うし、プール金もね、35兆円ぐらいは貯めているらしいしね、まあ、そもそも仕事がもうこいつらないですから、本当リストラしないと意味がないと、思っています。はい。まあ、あくまで、子どもの未来にね、投資ができるように、挑戦をしていきたいと思いますが、ぼちぼちぬるま湯っぽいのが歩いてきてますね。まあ、ただ高校生は、結構今、通勤し始めていますが、まあ、それでも多分昼前には終わるんじゃないかなと。で小学校も、小学生も来てますね。中学生がまだ来てないのかな。まだというか昨日もあんま通ってないですよね。小学生もちらほら通ってますけども、まあ、コロナ前はもっとたくさん通ってたので、まだ本格的には始まってないでしょうかね。とりあえず今日も街頭演説と、あとはライブ動画の、撮影と、でその後に、知人がね、紹介してくれた、印刷関係の会社に直接今日は、
行ってみようかなと思います。自分も塾のチラシとあとは政治活動のチラシも、ね、必ず作らないといけませんから、まあ、そういう個人の、ね、仕事もやってくれるのか、例えば、デザインをね、デザインも頼むといくらぐらいかかるのか、まあ、手書きでもいいですけどね、とりあえずその業者が全然わかんないので、まあ、それは多分チラシとかの印刷でポスターはまた別になると思うんですよ。だからそういった業者も探さないといけないし、めんどくさいですね、本当。なんか有価証券早く買った方がいいって言われて、もうね、また上がっちゃうとその分、旨味がなくなっちゃいますからね。はい、いってらっしゃい、おはざーす。なんか、あ、でも意外に高校生がもうバス停にもいた。あそこのバス停で人がああいう風にいるとちょっと邪魔ですね。まあ、自転車はね、一応この青いラインをなんか走るみたいだけど、ただ車とかバスがね、高校生の自転車煽ってますから、まあ、演習時はね、本当に運転がバカなんでね、なかなか危険ですよ、これ。公務員は、まあ、自分のことしか考えていないので、だから今ね、なんだろう、あれ、警察くんの交通の宣伝の人、もしかしたら、なんかやるかもしれないですね、ここで交通安全みたいな、ちょっとわかんないですけど、まあ、とにかく、今日も適当にやってみようかなと思います。今雨ちょっと降ってたんですけど、ちょっとね、また天気が良くなってきました。なんか大丈夫そうですね。ということは、ちょっと待ってくださいね、一旦閉まっちゃいますこれ。天気が良くなっちゃいましたね。さあ、それではやりますか。0にして上げて4ぐらいかな。こちらは、子どもの未来を作る党代表の杉本です。2015年ぐらいから、政治活動を、始めていて、去年の、4月に地方選があって、落選をしてしまいましたので、今は2つ目の、政治団体を、設立をしました。子どもの未来を作る党の代表として、3年後になりますが、地方選に向けて、挑戦をしていこうと、思っています。自分の経歴としてはもともと36歳ぐらいで通信制大学で、教員の免許を取得をして、いくつかの、学校で非常勤講師とか、常勤講師を、していました。非常に子どもの数も減っていますし、学校の教員の数は余っている状態ですので、子どもの未来を作る党としては子どもの、公務員の数を減らして、子どもの数を増やすと、教育や子どもの未来に投資ができるような、そういった、スタンスで、挑戦をしていこうかなと、思っています。まあ、ですので、まだ、政治の、経験はありませんが、いろいろ教育の経験を生かして、特に前例に、とらわれないような、政策を、提案をしていきたいなと、思います。非常に時代の変化も、激しくなっていますし、まあ、学校の教育の仕方もほとんど、変わっていません。まあ、日本の学校の学校教育のいいところは残してもいいと思いますが、ある程度は時代に合った形に、教育もレベルアップを、していくべきかなと、思います。まあ、ただ中央集権国家ですので、
まあ、地方にはほとんど権限はありません。なかなか、日本で、改革改善というのは、おそらく不可能かなと、思っています。ただそれでもある程度変えていかないと損をするのが一般国民でありますので、ますます税金も増えていくと思いますし、今回のコロナショックでかなりの、影響が民間企業には、出てきているかなと、思います。今ある産業で日本の GDP が、大体500兆円ぐらい、ありますが、ほとんどここ2、30年間横ばいに、なっています。まあ、日本の経済の大きな問題としては、公務員以外の賃金がほとんど増えていないと、いうことで、まあ、物価があまり、上がっていないので、まだまだ生活はできていると思いますが、日本以外の国がかなり経済が発展してきていますので、横ばいの日本が、置いてかれているという状況だと、思います。まあ、子どもの未来を作る党という、新しい政治団体を作りましたので、やはり、小中高から英会話教育と、金融の教育の2つは、導入をしていった方がいいのかなと、思います。まず世界の共通語が英語になってしまっていますし、金融の知識というのはお金儲けに直結をしてきますので、特に日本の場合はありとあらゆるものに、税金がかけられていて、かなり税金の負担が重くなっています。おそらく世界でも2番目ぐらいに税金の、負担が重いのかなと。まあ、北欧の場合は税金が高いんですが、必ず、老後にリターンがあります。毎月30万以上の年金が保証されていますので、かなり、日本と北欧ではレベルが違うのかなと思います。おそらく日本の場合は公務員の、共済年金以外はほとんど見捨てられると思いますので、そういった意味でも、かなり負担だけが重い国と、いうことで、こういったところを改善していかないと一般国民の生活は良くはなっていかないと、思います。例えば個人所得税も累進課税になっていますので、かなり負担が重いと。まあ、自分ももともと美術の、教員をしていましたから、経済とかほとんど素人ですが、まあ、それでも個人、要は労働収入に対する、個人所得税が非常に重いなと、感じています。年収4000万を超えれば45% の、所得税があって、で 10% の、住民税かな、それを合わせると 55% ですので、なので富裕層とか超富裕層というのは、年収にあまりこだわっていないのかなと思います。まあ、日本にも1兆円以上持っている、日本人は3人ぐらいいますし、ビリオネアと言われる、ね、1000億円以上持っている人も、26人ぐらいいますので、まあ、そういった人たちも年収にこだわっているというよりは、まずは資産性のあるものを、重要視していると思います。例えば、が鉄板なものといえば、株式投資と、あとは不動産投資と。これなんだよこれ、指がすごい痛くなる。ソフトバンクグループの孫社長の年収は、3.5 億円ぐらいですが、株の配当金が、毎年100億円と、そういった世帯ですので、なんで株の配当金とか、そういったキャッシュフローに、趣を置くかというと、やはり、税率が近かなり違うからだと思います。もし年収で100億円もらえば55億円ぐらい公務員によって税金が分取られますけども、株の配当金というのは、配当金課税と言われていて、いくら稼いでもおそらく 20.3% ぐらいで、税金が済むと思います。ですのでソフトバンクグループの、創業者は、毎年100億円の、株の配当金がありますが、おそらく20億円ぐらいの、税金で、済んでいると思います。
ただ年収で、もらえば、55% も、公務員によって税金としてね、分取られてしまいますので、なので、超富裕層とか富裕層の人たちは、年収にあまりこだわっていないと、思います。ただ普通の人でもこういった、超富裕層のやっていることを真似することは、十分に可能だと思います。法律は、ジャパニーズ全員にね、適用されていますから、ただそれを実践しようとするとやはりある程度の、金融の知識や経験ノウハウが、必要になってきますので、理論上はできますが実際やるとなるとかなり難しいかなと思います。そもそも金融の教育は施されていませんし、大学生で、経済学を専攻する人は一応勉強していると思いますが、こういった金融、投資の勉強を、しているだけでもかなりの、生涯の賃金の格差に、つながってくるかなと、思います。ありとあらゆるものに、税金がかけられていて、公務員天国の、国になっていますので、やはり公務員をクビにできないという法律が最大の問題だと思います。なので法律を変えて公務員をリストラして、AI とかロボットに代替すれば簡単にやれますから、そのお金を、子育て支援の、インセンティブに強化をするとか、教育に投資をするとか、そういった方向に持っていった方がいいのかなと、思います。今ある産業で、GDP がもう止まっていますので、特に個人の、名目 GDP は26位ぐらいです。世界で、日本全体の GDP はまだ3位ぐらいだと思いますが、やはり個人の、名目 GDP の方が、重要度が高いと思いますから、こういった数字を、上げるにはやはり新しい産業を起こすと。で、新しい産業を起こすためには、そういった人材をまずは育成をしていかないと、なかなか難しいかなと思います。日本国内にも優秀な一般の人たちは結構いると思いますが、公務員君の岩盤規制と、規制がすごいたくさんありますから、こういった公務員規制によってかなり民間の足が引っ張られているのと、感じています。当然それが税収入が減ってしまいますし、でクビにならない公務員は、当然税金を もっと、ね、増やしていくと、思います。ですので、まずは公務員規制を、撤廃して、公務員の特権も撤廃をすると、小さい政府にすることで、もっと民間が、ね、動きやすくした方がいいのかなと思います。優秀な人材を育てて、新しい産業を起こして、そうすることで、生活が良くなるように、できるのかなと思います。新しい産業を起こして、特に日本の大企業でも世界ランキングで言えば、企業の時価総額の、世界ランキングで言えば、トップ10にもトップ20にも、入っていませんので、こういったグローバル産業に、対抗ができるような、そういった新しい産業が、一社でもあれば、かなり経済は、好転をするのかなと思います。アメリカもGAFAと言われる、巨大 IT 企業がありますし、中国はテンセントとかアリババとか、日本以上の、巨大 IT 企業が、あります。当然個人の力で作った会社ですので、右に習いの日本人が同じような、ね、グローバル企業を作るというのは今の段階ではなかなか難しいかなと思います。ただこういった人材が一人でも日本で誕生すれば、かなり大きな影響が出るのかなと。例えばスマホもアメリカ人が作ったんですが、世界中の人がスマホを使っていますし、ということは世界中の人のお金がアメリカのシリコンバレーに集まっていますので、ですから日本、アメリカの場合も経済が強いし、中国もアメリカに迫る勢いで発達をしてきています。ただ日本の場合は鎖国しているような、国になってしまっていますので、日本国内だけで、お金を稼いでいるような、そういった状況だと思います。ただ日本の場合は英語の、能力がちょっと韓国やドイツに比べても劣っていますので、
まあ、言葉の壁もあって、なかなかグローバル産業というのは作れないのかなと思います。ただある程度はグローバル産業に対応できるようなそういった人材や産業が必要だと思います。ですのでペーパーテストの英語教育ではなくて、コミュニケーションが取れるようなレベルの、英会話教育と、そしてあとは公務員搾取に、合わないための、金融の教育ですね。この2つは必ず、小中高でも、導入していった方がいいのかなと、思います。金融の教育というのがお金儲けに直結をしてくると思いますし、まあドイツもですね、かなり英会話の教育と金融の教育は充実をしてきていると思います。まあ、日本の政府公務員も嘘をつく生き物ですから、彼らからの要は、搾取に合わないためにも、お金やあとは税金の勉強をしないといけないと思いますし、新しい産業やグローバル産業を作っていくためにも人材育成に力を入れるべきかなと思います。まあ、地方の、議員がどこまで、改革ができるかちょっと分かりませんが、まあ、個人的には金融の教育と英会話の教育は、もっと力を入れるべきかなと。まあ、英語の教育はやっていますけども、あくまでライティングとリーディングの教育が、メインになっていると、思います。ただペーパーテストができてももう時代が21世紀ですので、コミュニケーションが取れるぐらいの英語のスキルは絶対に必要なのかなと、思います。TOEIC のテストとか世界的な英語のテストでも、日本の学生はかなり下の方ですし、おそらく北朝鮮と同じぐらいの、英語スキルかなと思います。もともと同じ敗戦国のドイツも、途中から英語教育に力を、入れていて、あとは投資とか金融の教育にも、力を入れていると思います。ですので今のドイツ人はアングロサクソンに負けないぐらいの、金融のノウハウがあると思います。こういったことで障害賃金がかなり、ね、変わってきていますし、さらに賃金格差が生まれてくるのかなと思います。自分も美術の教員を目指していましたので、今の段階でも金融知識はほとんど素人レベルですけども、非常に、重要なのかなと思います。あまり興味はまだありませんが、まあ、日本の場合はいろいろ税金も高くて、これからも、増税をしていくと思いますし、労働収入に頼るというのも非常にリスクが高いのかなと思います。まあ、本業をしながら金融の知識があれば本業以上に副業で稼ぐことも十分に可能ですから、まあ、小学校、中学校、高等学校でも基礎的な金融の教育はやった方がいいかなと思います。それとあとは、まあ学校の教員をやっている時も、クビにならない公務員ですので、かなり、たるんだ公務員を見てきました。でここの浜松の市役所もね、毎朝遅刻してくる公務員もいます。まあ、公務員の場合はタイムカードもありませんし、遅刻しても処罰が多分ないと思います。学校の教員やってる時もタイムカードはなくて、校長室の入り口に、名簿があって、そこに印鑑を押せば無遅刻無欠席に、してくれます。ですので、まあ、学校の教員の時は私は7時前には行ってましたが、市役所の前に、政治活動していて初めて分かりましたが、毎日遅刻してくる公務員がたくさんいます。ですのでもし当選できれば、遅刻してくる公務員は厳重に処罰できるようにまずは条例を作っていきたいと。おそらく今は、毎日遅刻してもまず処罰はないと思います。基本的には法律でクビにできないように公務員は守られていますので、まあ、条例でどこまでできるか分かりませんが、まあ、おそらく管轄の、公務員に対しては、遅刻に対する厳罰とかは、おそらく作ることは可能かなと思います。まあ、少なくとも公務員に対しての義務と罰則は、条例でバンバンと、作っていきたいと思います。
おそらく今 の政治家を見ていると、議員立法というのと議員条例というのがあって、まあ、普通は議員が条例を作るとか法律を作るべきですが、おそらく公務員君が自分たちに都合がいいような法律や条例を提出をして、それを可決されていると思います。ですのでこういった公務員を監視するのが議員の仕事だと思いますから、やはり自分の頭で考えて条例を作っていくべきかなと思います。ですので日本の場合は公務員天国が永遠に続いているということです。今回のコロナショックでも民間企業はかなりの打撃がありますが、今回のコロナショックでも公務員だけクビにならないし、給料もどんどん上がっています。ですのでもう一応日本の技術はまだまだ世界でもトップレベルのものがありますから、まあ、47都道府県、ほとんど全ての公務員が同じような単純労働作業をしていますから、そういったものをね、今日はね、運転手が違うみたいですね。まあ、そういった意味でも公務員天国、公務員問題、こういったものが日本に対する最大の問題だと思います。ですので、少なくとも遅刻をする公務員に対しては、昨日懲戒解雇できるような、条例を作っていきたいなと思います。公務員に対する義務と罰則を条例で作っていこうと思っております。ただ、去年の4月、選挙が終わったばかりですから、また3年後に、なりますが、まあ、子どもの未来を作る党の代表として、ソーシャルメディアの方にも、力を入れて、頑張っていこうかなと、思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ただまだいろいろ雑用がありますので、もうちょっと落ち着いたらまた駅前の方でも、政治活動をしていこうと思っております。一応まだまあ、選挙が終わった後にソーシャルメディアを始めたばかりですので、まだまだプラットフォームとしては弱いと思いますが、政治活動並びにこのソーシャルメディアの方も、力を入れていこうと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ということで32分ぐらいですかね。まあ、これで一応政治活動は終わりにしようかなと思います。あら、おはようございます。いってらっしゃい。クールなお姉さん、クールなお姉さんだけどクールでなさそうだね。まあ、そういうことで、また明日の朝、政治活動を、動画を撮っていこうと思います。All I guys just finished my political speech andI was a junior high school art teacher, but now I'll be challenge Japanese election 3 years 3年後って何て言うんだろうかな。まあ、とにかく3年後の選挙に向けてね、頑張っていこうかなと思います。でもね、英語がね、本当に出てこないですよね。Okay, stay tuned. See you there. Yara, Yoro. Bye.